はい、皆さんどうも、みさろうです。たまごっち、あっぱれ、にじベンジャーやっていきましょう。なんか今トロフィー手に入りましたね。で、ちょっとあの裏で探索してたら、一つまたレーダーが反応した事案が起きたんで、そちらの方に行ってみたいなと思います。マメシーですね。多分また怒るとは思うんですが、やっぱりまた話しかけないとダメみたいですね。でもこれ多分俺は次口パッチのパッチの森になるのかな。で、耳どうしたの？ヤングミミッチどうしたです？勉強のことでした。いろいろそんなことじゃないみょん。そんなこと、本を借りようとしたんだみょん。そしたら貸せませんって言われたみょん。おかしいな、ライブラッチ何かあったのかな。おかしいラッチね、きっと何かあったに違いないわ。ダララララ、うん、アッパレーターが反応しますよ。ライブラッチのとこに行ってみましょう。で、ライブラッチのとこへ行ってみましょう。ここから先は分かりません。あ、メモですね。ごめんなさい、今は本を貸してあげられません。ライブラッチに何かあったんですか？その本棚が崩れて、ライブラッチもなんだか怒ってて、原因がよくわからないんだっち。ちょっと前にパパラッチが真っ青な顔して飛び出していったから何か知ってるかも。なんかやったな、あいつ。怪しい、絶対パパラッチがやったのよ。そうかもしれないけど、だっち。とにかくパパラッチを探しましょう。いい顔してんの、お前。パパラッチ発見。なんだっちょ、ライブラッチの工程何か知らない？知らないっちょ。他のみんなも困ってますよ。ごめんだっちょ、ライブラッチのところで。写真の本を撮ろうとしたら、本がたくさん落ちてきて、それで。怖くなって逃げてきちゃったダッチね。そうだっちょ、だったら片付けるの手伝ってください。でもみんな絶対怒ってるっちょ。もうしょうがないな、とりあえず僕たちだけで片付けましょうか。そうだっちね。こいつ連れていかねえんだ。はい、戻っていきましょう。なとっち、ライブラッチはまだ？うん、本当にどうしよう。それじゃあ僕たちが片付けるのを手伝います。さあ片付けた。あ、ミニゲームが起きるのか。司書さんが欲しがっている本を渡してあげよう。司書さんは二人いるよ。一人の欲しがっている本を渡し終わると、もう一人に切り替わるよ。間違った本だと怒ってしまうよ。上手に二人に渡してね。本はどっから持ってくるんですかね。はい、赤。あ、あれが違うんだ。はい、すいません。くっ。星、丸、三角、C、C、星。くっ。三角、星の C、星。四角、四角、丸書いて、ジョン、星。はい、三角。うん。ぎゅーっ、いっぱいあるぜ。色というよりはもうあれかな。まあ、言ったら散らかしすぎでしょう。四角、四角、三角、C の C。おう、うまく入ってくれない。まだあるのか、ぎゅー。うーわ、いっぱいなにこれ。違う。三角、丸、星、四角、三角、星、三角、丸、四角、白じゃないし。こちら三角。タッチしてもちょっと近くに違う本があるとそっち持ってっちゃったりしますね。星。これ時間来るまでやるのかな。ではもうそろそろ時間が危ねえ。あと5秒しかねえ。間違えたー。 C だったー。入れた本60冊。
スコア60点か。本を手に入れました。ふう、終わりました。あー疲れた。もう動けないだっち。ありがとうなんだな。これでみんなにまたたくさん本を貸してあげられるんだな。あのパパラッチのことなんですけど、あーパパラッチもまた来てくれるといいな。あれ、じゃあパパラッチのこと怒ってないの？怒ってないんだな。そうじゃあパパラッチを呼びに行くだっち。うん、行こう。100点取んないとトロフィーもらえないって書いてあったんですよね。さっき裏で調べたんですけど、裏で調べたっていうか、一回起動した時にトロフィー手に入ってアイテム図鑑で見たら、なんか100点取ったらもらえるみたいなこと書いてありましたね。パパラッチ、わあごめんだっちょ、ごめんだっちょ。違うよライブラッチ、怒ってなんかなかったよ。また本を借りに来てほしいって言ってたらっち。だから謝りに行きましょう。でももうライブラッチのとこで本を借りたくないの？そんなことはないっちょ。じゃあ行きましょう。はい、行くぞ。パパラッチじゃないか。あのねパパラッチが言いたいことがあるんだって。なんだい？その本棚をめちゃくちゃにしちゃって。ごめんだっちょ。それならもう大丈夫。なんだな。また本を借りに来てほしいんだな。また来るっちょ。いつでも待ってるんだな。これでみんなもこの二人も元通りだね。よかっただっちね。これおすすめの写真の本なんだな。ありがとうだっちょ。ん？何か挟まってる。ああそれもしかしてかけら。おお、なんだかわかんないけど俺にあげるっちょ。本当ですか？ありがとうございます。虹のかけらを手に入れました。なんだか不思議なかけらだっち。さあこの調子で次のかけらを目指しましょう。おお、まあパッチの森でしょうね次は。そしたったらシステムメニューで部屋に戻った方が多分早そう。ついでにセーブもしていきましょう。タイトルには戻りません。でこれ思い出辞典っていうのをさっき見てあったんですけど、そうするとこれ関係する人が出てくるっぽいんで、要はこの人に多分話しかけてればいいんじゃねえかっていうノリで言ったんですよ。で次はモグラかこれかですね、多分話しかけていけば済むんじゃないかなと。モグラッチはね、左上にいたやつかな。いたいた。うん、頼りがいがあるタッチね。本当に大きいスコップですね。巨大温泉モグラッチだから。うん、普通の温泉モグラッチの2倍はあるんだっちょ。さっきもこれだったか、多分違うんのかな。そしたら、モグラッチはでも土温泉だな。でもこれ話せないからな。花温泉でしたっけ、さっきのなんかのんびりしてる人たちは。あ、いたいた。温泉はリラックス効果があるので、ここにいるみんなはとってものんびりしてるのね。うん、違うな。お、それでもいいのか。家に帰るときはちょっとこうやってなりますね。温泉、あ、ちっちゃいモグラだな。手に持ってるヘラ違いますもんね。ちっちゃいモグラッチどこいたかな。いたかな、そもそも。泡温泉は違うでしょ。
辺も違う。親子温泉も確か違ったし、普通に路上にいるのかな。引っかかっている。これマイク出てますね。あ、源泉だけど逆だな。宣言泉源オニオンチ。俺はこの間間違ってカブト温泉に行ったんだ。でもカブママッチがせっかく来たんだからって壺押しをしてくれたんだ。俺はなんだか嬉しくなって嬉しくて、みんな優しいな。いい人たちですね。でもあのちっこいヘラ持ってるやつ俺見たことないんだよな。うわぁ怖え。あ、右から出てきた。いないですよね。アスレチック温泉。プカッチ。温泉に行くんでプカ？あ、いいだちね。リラックスしたいだち。でもね、最近親子温泉のお湯があんまり出てこなくてなっちゃって、お湯がたまらなくて困ってるんだって。大丈夫ですかね。あそこの温泉も大好きなんだけどっち。しばらくの我慢だね。そうだっちね。じゃあ他のとこにするだっち。あ、違うやつだった。アッパレーダーが反応してるんだっちね。他の人にも聞いてみるんだっち。今日の口パチはなんかすごいですね。なんかアッパレーダーヤングドロッチ、やっぱヤングドロッチか。だからヤングドロッチがね、どこにいるかが分かんないんだよね。あ、親子温泉っつってたから親子温泉にいるのか。違うよな、ヤングドロッチは別のところ。でも見たことないんだよな、ヤンコヤッチ、ヤングドロッチ。ヤングドロッチってこいつじゃねえか。そうだっち、くつろぐだっち。花温泉は急にお湯が増えてきて溺れそうになっちゃったドロー。だから気をつけてろよ。なんかいろんなところの温泉が大変なことになってるみたいですね。なんとかしなきゃだっち。温泉のことになると口パチが真剣だわ。じゃあまた親子温泉へ行ってみましょう。ヤングトーチこれだったよ。先入観にとらわれてましたね。あ、口パチ大変なんだっち。話は聞いてるだっち。なんとかしようと思ってきたんだっち。一体何が起きてるのか詳しく教えてもらえませんか。どうも温泉モグラッチが土の中をめちゃくちゃに掘っていて、そのせいでお湯が漏れて全然出てこなくなってしまったみたいだっち。じゃあまずそのお湯が漏れてしまったところを塞げば、なんとかここは元通りになりそうですね。よし、やるだっち。お、ミニゲームですね。ポンプをタッチペンで上下にスライドさせてお湯を送り、水道管に全部お湯を通せばクリアだよ。温泉モグラッチが現れ水道管を壊してしまうよ。シールを貼って修理しよう。うん、なるほどね。OK。うわあ。いや。はい。温泉もぐらって意外と不気味で怖いです。パソコンが。
普通に難しいんですよこれ。これ上下早くスライドさせれば、ほいほいほい、うわあ、うわ、時間ギリギリじゃないこれ。無言になってしまった。わり50点。100点取れない。温泉シールを手に入れました。なんとか元通りになりましたね。ありがとうダッチ。これで大好きな親子温泉に入れるダッチ。でもこれじゃあまだ、ちゃんと解決できてはいないのよね。温泉もダッチの行方をみんなに聞いてみるダッチ。捕まえてお説教ダッチ。もうちょっと続くのね。セビレッチの話。セビレッチってこれかな。あ、口パッチ。温泉モグラッチを見なかったダッチか。実は温泉モグラッチが温泉のお湯をめちゃくちゃにしているらしいんです。そうなのか。それは大変顔。花温泉も急にお湯が増えたりして大変だって聞いたけど。花温泉、なんともなかったが。そうですか。他のとこはどうなってるんでしょう。他のところ、しましまち、あ、はいはい、君ですね。すぐ近くにいますね。しましまち、温泉で何かなかったらっちか。さっきまでお湯が急に噴き出したりして楽しかったですけど、お湯の勢いが止まってしまいましたね。やっぱり大変なことになってるんだっち。なんか引っかかるな。お湯の勢いが止まったってことは元に戻ってきてるんじゃないでしょうか。うん、そうかも。とにかく温泉もグラッチを見つけるんだっち。どこにいるんだい。さあ、レーダーダミだ。土温泉に行こう。ほい。土温泉。あ、いた。見つけたたち、どうしてこんなことをしたたちか。あ、逃げた。あ、どこ行くたちか。まずたち。あ、いなくなった。パパパッチ。パパパッチね。オッケーオッケー。これ、レーダー見なきゃ、ノーヒントだから手当たり次第になっちゃうから、やっぱ見た方がいいのかな。あ、見た方が多分絶対進みが早いんで、こっちの方がいいと思うんですけど。おや、口パッチだっち。あら、口パッチだっち。温泉が大変なんだっち。温泉、それだったら、温泉モグラッチが森の中の温泉のお湯の量を調節してくれただっち。工事中はお騒がせしましたと言ってただっち。それから工事中にこれを見つけたそうだっち。記念にどうぞと言ってたっち。はい、どうぞ。いい記念だっち。虹のかけらを手に入れた。温泉マーク。これは虹のかけらですね。温泉もだっち、土の中を工事してくれてたんだっち。でもこの温泉の管を傷つけてしまったみたいで、直してくれてありがとうと言ってただっち。でもめっちゃ妨害してきてるよね。温泉もだっちだって温泉が大好きだから、温泉のためを思ってやったことでしょ。それに今こうしてみんなのおかげで、温泉も元通りになりましたし。そう、これでひとまずめでたしめでたしだっち。一件落着だっち。それじゃあ温泉でゆっくりしたら次のところに行こうね。そうだっちね。なんだか疲れただっち。もう張り切るのはゴリゴリだっち。よし、こんな感じで。でも次新しい町に行けるようになるんじゃないかな。3つ手に入りましたね。ではご視聴いただきましてありがとうございました。次回パートでお会いしましょう。さよなら。